体の真剣勝負。各大会の優勝者には賞金30万円が贈られます。そして厳正なる抽選の結果、1回戦の組み合わせが決定。 B グループは出場停止から復帰の浅田、安藤がベテラン縄と対戦。 C グループは今シリーズから参戦の三上と尾形が実力派の久保田に挑む。現在ポイントランキングトップの大島は D グループにエントリー。 E グループは現在ランキングの上位につける森、寺下、石田が激突。そして注目の A グループ、戦うのはこの3選手。ハマッコフルスロットル、三浦美里。ちょっと今日は名チェンをしました。これまではクールな印象のウェアが多い三浦だったが、今回は可愛い系で決めてきた。その意図は、自分的にもやっぱりこう明るくなんかなりそうな衣装だったので、今回はガーリーニコニコ作戦、ガーリーニコニコ作戦。顔もこわばると筋肉もこわばる気がして体もこわばっちゃうので、なるべく笑顔をして一番こう体がリラックスした状態で投球に挑むっていうのが大事かなと思ったので、笑顔を今日の課題にしたいと思います。リラックスしていいボーリングを見せられるか。新生キラキラボーラー、下出かな。現在公式戦ランキング8位、第一線を走るトッププロの下出。しかし P リーグとなると一転、今シリーズ第一戦はスペアミスが響きグループ最下位。続く第二戦は出場停止で獲得ポイントはゼロ。スペアが取れない。ここに立つとちょっと不安な気持ちになります。 P リーグと公式戦では何が違うのか。お客様に見せるっていうことをたくさんたくさん意識してる P リーグと、もう自分のことだけっていう風になってしまう公式戦とっていうので、ちょっとギャップを感じています。いろいろなところにこう気を回さなきゃいけない。 P リーグならではの雰囲気に負けず自分を貫け。令和のブレイクガール、尾上ボエカ。最近ずっと勝ち上がれていないので、ちょっと上の方まで上がれてないのがちょっとダメなところだと思っています。ここ10大会準決勝進出はあるものの、最後の決勝進出はおよそ1年半前。もう一つ殻を打ち破れない尾上、そろそろこの現状を打開したい。意気込んでもダメだし、気にしすぎてもダメだ、よくあんまり変わらなかったので、打たなきゃダメとかミスっちゃダメとかを考えずに、一投一投集中して投げれたらなと。雑念を振り払い勝利をつかめ。シリーズ2024、大事な第3戦を迎えます。矢野金太プロ、はい、大事なというふうに申し上げましたが、そうですね、4戦でシリーズが終了するということで、はい、この1回戦特に緊張するんですよね。そうなんですね、はい、というのもね、この1回戦で第3位になってしまうと次戦出場停止、そうなんです、ポイント争いの、ね、可能性が極めて低くなってしまうんですね。おお、投資残ってしまった。まず三浦美里から行きました。そして尾上萌香、ボーリングを始めると、はい、まずポケットを狙いなさいというふうに言いますよね、はい、シンプルに言うとね、はい、右投げで言ったら1番ピンと3番ピンの間、はい、ここがね、まあ、ストライクが出やすいポイントなので、いわゆるポケットなんですね。そこを狙って投げるんですけれども、はい、まあ第一投尾上はね、いわゆる裏と言われる裏ですね、はい、はい、非常にこう細かいところを狙いながらそのポケットに向かって、まあ、投球すると。おお、投資。
月さん、下入れかな。右のレーンから始まりますが、いいフォームでいった。うわー、完璧なストライクスタート。この下出が公式戦でも非常に強くて、優勝もこれまで2回ありますが、公式戦に強い選手ですよね。そうですね、まあ、実力がもうシンプルにあるということですね。そうでしょうね。さあ、こちらに、はい、今のは本当に綺麗なポケットヒットと言われる、でしたね、はい、完璧なストライクでしたね、はい、2フレストライクが来ました。さあ、この上の方は1フレ割れてしまって、オープンから、おー、見事。ここは絶対取っておきたかったですもんね。そうですね、はい、早くストライクをね、2つ続けて追いつきたいですね。そうですね。さあ、右でストライクを取ってきた、左のレーンで下入れかな。はい、ポケット完璧でしょ、はい、そうですね。1フレームの方はね、はい、本人の中ではちょっと失投したのがストライクになったという、そんなね、表情をしていたんですけれども、2フレームでは完璧でしたね、はい、さあ、三浦が2フレでストライクを持ってきました。今日のレーンコンディションが38フィート、まあ、ファールラインから1番ピンまでが60フィートあるんですけれども、はいはいはい、そのファールラインから38フィートのところまでオイルが引いてありますよということです。なるほど、通常ですね、あー、と痛い、まあ、そうですね、だいたい40フィートちょっとぐらいが多いですかね、ですよね、はい、まあ、この会場アイビーボールですね、アイビーボール、はいはい、でやった中では38フィートというのが一番短い距離なんですよ。で、ね、なるほど。ですからボールが思ったよりもこう曲がりやすいというところで、練習ボールちょっと皆さん苦労してたんですよね。そうですよね。おー、楽しい。うわー、一本残った。オープンフレームを作ってしまいました。小川さん。はい、またゆきさん。三浦美里ですが、はいはいはい、P リーガー2年目となった今年、最近勝ちにこだわりすぎて自分の持ち味の楽しいボーリングができていませんでした。今日はしっかり笑って楽しくボーリングをしたいですねと試合前話していました。笑顔でね。さあ、下井田が右に移って、うわ、見事な下井田かな。好調の下井田、ここからどうなる？